安物双眼鏡好きのサラマニでございます。今回の双眼鏡のことを紹介する機種は、これがね読み方が分かんないんですが、マイバヘ、 Google で検索するとなんかね、マイバッハ、もしかしてマイバッハとかいう風にこう候補が出てくる感じなので、おそらくマイバッハ風に誤認させるための綴りなのかなと思うんですけど、とりあえず分かんないからマイバヘと読みますマイバヘの12x42 の双眼鏡です。見て分かる通り、ブランドネームさえね貼り付けてないね、超安物です。で、前これボスケさんが安物のね、激安双眼鏡ということで紹介したやつと、見た限りね、多分同じ機種なんじゃないかなという気がします。あの時ね、ボスケさんの方は何て言うかな、製品名もね、メーカー名とかをね、晒し上げるようなことはしないというふうにおっしゃっていたので、絶対に同じとは言い切れないんですけどね。まあ、私の方はそういう配慮を一切なく、普通にやります。で、この双眼鏡なんですけど、Amazon で2019年に買ってます。で、お値段がなんと驚きの580円、送料無料です。多分ね、店じまいするときかなんかのね、処分特価だったと思うんですけどね。でもね、42ミリの双眼鏡が580円というのは、私のね、双眼鏡の持ってる中でも多分最安値です。まあ安いはね、安いなりのわけがあるんですけどね。じゃあ先にちょっと見てきましょうかね、これね。すごい軽いんですよ。中身が詰まってない感じがします。当然ながら対物フォーカスですね。コンティングはこんな感じで。対物レンズだけはなんかマルチコートっぽいですかね。その奥はなんかもう白い感じですかね。そうですね。1枚目のレンズだけが緑って感じですかね。ではいきます。ピントがね、時々ね、こっち合わないことがあるんですからね。こんな感じですね。どうでしょう。一面は緑っぽいけど、その奥はマゼンタっぽいですかね。まあ、マゼンタっぽい色のマルチコートっていうのも世の中にありそうなので、なんとも言えないんですが。って感じですね。仕様だと、FMC ブロードバンド緑幕とか書いてあるんですよ。ね。どこら辺が緑幕なんでしょうかね。あとね、優れた防水化デザイン。多層コーティングと人間工学に基づいたラバー製外装があって、レンズと外装の連結部にも、連結部も特殊な技術で処理して、水入れことは絶対ありません。防水機能抜群な高倍率双眼鏡ですとか書いてあるんですけど、どう見てもこれね、防水構造ではないですよね、これね。よいしょ。普通に対物フォーカスの、安物双眼鏡ですので、はい。ね。どう見ても防水仕様には見えないんですね。多分、説明文だけちょっと持ってある感じだと思います。ターンスライドは、1段、2段、3段、生意気にも3段あるんですよね。1段、2段、3段。ここだけは意外としっかりしています。で、確か3段ね、出しちゃうと、ちょっとね、アイポイントが遠くなりすぎるので、私の顔だと、真ん中の2段目ぐらいがちょうどいい感じですかね。そうですね。2段目ぐらいがちょうどいい感じです。仕様ではね、細かいことがよくわかんないんですよね。
応書かれていた仕様だと倍率が12倍、対物レンズ有効径が42mm、コーティングはね、さっき言いましたの自称 FMC なんですけどね、多分対物レンズだけマルチコードなんじゃないのかなと思います。 1000m の視界が 143m って書いてあるんですけど、これ絶対ありえないんですよね。で、後で言いますけど瞳系とかがちょっと怪しいんですよね。重さは439g または515g って書いてあります。なんか仕様の中にね、複数の重量が書いてあったみたいですね。ね、サイズ的には高さが150mm なので、まあ普通の 42mm の打破双眼鏡ぐらいですかね、という感じです。はい。で、この双眼鏡に関しては以前マストドンの方にテキストでね、細かなことを挙げているので、まあ気になる人はあんまりいないと思うんですけど、まあ気になる人はちょっとそっちを見てください。はい。で、覗いた印象なんですけどね、これまあボスケさんも多分同じやつを見て同じこと言ったと思うんですけど、これ倍率ね12倍ないです。うちには12倍のね、倍率の双眼鏡がね、健康のやつのウルトラビューじゃねえや、キューアバンターのね12倍 50mm にありますので、ちゃんとしたのがね。だからそれと見比べてみたんですが、明らかに12倍はないです。おそらく10倍、だから10倍 42mm の双眼鏡という感じなんですよね。一応これ12倍って書いてありますけどね、12倍、自称12倍なんですけど12倍ではないです。はい。でね、で、覗いた印象なんですけどね、個人的にはそんなに悪くないなぁと思いました。もちろんね、お値段580円で買ったからというのもあるんですが、それを差し引けば、まあ、どうでしょう。個人的な印象としてはね、2000円ぐらいだったらまあ許せるかなって感じですかね。これ3000円だとすると、お値段ね。すると、SV ボニーの SV21 がね、タイムセールなんかでごく稀に安い時に3000円台で買えますよね。と考えると3000円でこれはちょっとないなというふうな印象を持ちました。2000円ならまあまあ許せないこともない。で、一般的なね、対物 42mm のうちにある打破双眼鏡と比べてみると、やはりコントラストとかね、低いですし、なんかこうね、シャープさが足りない。みたいな感じはするんですが、一応ね、双眼鏡としてね、大きく見える、肉眼よりは見えるかなという機能は果たしますので、個人的にはね、そこまで、不合格とまでは言いませんね。でね、あとね、この個体の問題なんですけど、よいしょ、基軸が緩いんですよね、これね。ここの中央のね、この目幅調整のヒンジね、基軸がね、緩いんですよ、これ。よいしょっと。で、緩めますとですね、これもマストドンの方に書いたんですが、よいしょ、映るかな、ここよいしょっと、ここね、こう引きずった跡があるの分かります？締めるのね。でね、こういう構造だと、ここの周りか、あと横かどこかにこう、緩め止めのね、穴が掘ってあって緩め止めの芋ネジがね、締めてあることが結構多いと思うんですけど、見当たらないんですよね。で、ちょっと緩いんですよ、これが。垂れちゃうギリギリぐらい。一応垂れないけど、ちょっと力入れるとすぐ動いちゃう感じで、だからターンスライドミクチなんかをこうするとこんな感じで動いちゃうんですよね、もうね。それぐらい緩いです。まあ580円でね、買ったものなので、で、それですぐ売り切れてなくなっちゃいましたので、まあいいやと思っていますけど。で、なんとなくこれはね、接着されたんじゃないかっていう風な話を、某カメラでユーイングさんがおっしゃってましたけどね。要は、芋ネジなんかで止める手間をかけるより
閉めた後接着しちゃった方が安上がりですからね。うん、そういう構造じゃないのかなっていうふうな想像を語られていました。多分そうなのだと今は私も思いますね、はい、ということで見た感じいまいちなんですよ、ね、あとこれね、瞳系がね、仮に10倍42だとしたら、だから瞳系 4.2 ミリのはずでしょ。どう見てもね、4ミリないんですよね、瞳系がね。これもね、これは価格 .com かどうか、書いた記憶があるんですが、うん、瞳系4ミリの双眼鏡と一緒に並べてね、画像を撮ったんですけどね、明らかにね、こっちの方が瞳系ちっちゃいので、瞳系だけを見ると、12倍42ミリっていう雰囲気もするんですけどね。うん。ただし、実際にね、大きくなる度合いは、12倍の双眼鏡とね、サイドバイサイドで覗き比べた時に違ってましたので、うん。まあ間違いなく10倍だと思います。なので、結局のところ、これ対物レンズ有効系ね、レンズの口径自体はあるけれども、有効径がどっかで狭まってるってことなんですかね。よくわかんないですけどね。ということです。一応メガネをかけて覗いてみますけど、ちょっと厳しいんじゃないかな。アイデリーフは不明です。ちょっと厳しいですかね。うん、ちょっと蹴られるかな。左が、右目が合わないな。片目を合わせると片目が合わずってのはどういうことなんでしょうかね。ああ、メガネのこれフレームに当たっちゃってダメだな。うん、ちょっとね、厳しいですね。メガネのね、レンズをね、片っぽだけこうつけると片っぽだけつけるとあれなんですけど、どうもね、フレームがね、目幅を合わせてこう合わすと、フレームの一部が当たっちゃうみたいなんですよね。ちょっと厳しいかな。片目だけなら、ギリ、蹴られないかなぐらいですかね。両方合わせるとやっぱ、蹴られてちょっと無理ですね。はい。珍しいですね、こういうパターンはね。はい。で、あとね、使ってる点でね、もう一個気になるところ。よいしょと。するかな。ちょっと動かすでしょ。離すとちょっと戻るの分かります？動かして。わずかなんですけど、ピントリングを回した後、手を離すとね、少し動くんですよ。戻るんですね。要はピント駆動部周りのね、剛性感が足りない。で、この機種のね、Amazon のレビュー見ると、ピントリングがもげた写真を投げてる方がいらっしゃいまして、なんかね、もげそうな感じの感触があります。重いだけじゃない、重いっていうかね、渋いというか、ちょっとね、変な感じなんですよ、これが。はい。ということで、580円の激安、ね、双眼鏡、42ミリの双眼鏡ですけど、物自体はともかくね、クオリティがちょっと低すぎてなって感じですかね。はい。あと一点、これね、ラバー外装、ラバーというほどラバーではないかな。ちょっと固めなんですけどね。これがね、ちょっと臭い。化学系な匂いがする臭さですね。安物中華とか安物ゴム製品の中国運営ブランドにありがちなね。ゴム臭いというか化学的な匂いの臭さがちょっとあります。今はもう、かなりね、抜けちゃってますけどね。はい。ということで、お送りしました。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。